どうも、アイチーです。突然ですが、皆さんはユースヘルスケアという言葉を知っていますでしょうか？どっから聞いたことあんなーっていう方もいるかもしれないんですが、簡単に言うとユースヘルス、つまり若者の健康をケアしていこうねっていうことです。俺もそうだったけど、特に思春期って言われる中高生時代ってすごく悩みを抱えやすいじゃんか。そういった時期に適切な健康管理の基礎を身につけて、で、みんなの将来の健康につなげていこうっていう考え方がユースヘルスケアなんです。ここで一つみんなに質問なんですが、みんなは健康管理について何か実際に行動してるよっていうことはありますでしょうか？ちょいとこのデータを見てほしいんですが、まず健康管理に無関心、つまり別に興味ないしっていう中高生世代がなんと3割を超えています。しかもね、そこに無関心じゃない、無関心ではないんだけど、特別何かね、行動してるわけじゃないよって人を加えると、7割の人がそこにね、該当するようになってきます。つまり中高生世代の約 70% が健康管理について特別何か行動をしてないっていうことになるんだよね。こういう伝え方してるからさ、何かアクション起こせって言うんだろうって思ったそこのあなた、正解それが伝えたくて動画を撮ってはいるんですけど、でもね、やっぱ悩みやすいこの時期に何も行動しないっていうのはみんなの心にも体にもすごく良くないんだよ。でもただ行動しろよって言うんじゃなくって、実際こういう風に行動するといいよとか、こういうところで情報を得るといいよっていうアドバイスをしていきたいので、ぜひね、最後まで動画お付き合いください。さて、俺もそうなんですが、人ってさ、不安になるとまず多分ネットで検索して情報を得ようとする方が多いと思います。もちろんそれもすごく大切な行動なんだけど、一つだけ覚えててほしいことがあって、ネットにある情報っていうのは、その中にはフェイク、つまり偽の情報もあるので、それは頭の片隅に置いといてください。そこで間違った対処をしてしまったりとか、いらない不安を覚えてしまったりするのはすごく良くないので、きちんと正しい情報源をね、それがある場所を知っていてほしいし、正しい相手に相談するっていう、そういう適切な対処をしていってください。ちなみにこのユースヘルスケアは東京都が推進している取り組みで、東京都では学び、啓発、相談、受診、この4つの側面を大事にしています。で、それぞれがこうね、つながって、こう中高世代をね、支えていこうとしているってことも頭の片隅に置いておいてください。例えば、なかなか人に相談しにくい性の話をちょっとしていきます。これは俺のすごく個人的な思いになってしまうの、昔からね、生徒に思ってたことだし、今こう動画を見てくれてるみんなにもこう願いというか思ってることなんだけど、例えば生理の話だったりとか避妊の話、こういうのってさ、避けられがちなんだけど、でもやっぱり知識としてちゃんと持っていてほしいんだよね。塾講師の時にさ、男だから生理関係ないとか、あと性行為もするつもりないから別に知識いらないと思うんですけどって言われたことあんの。でもそうじゃなくて、そう思わずに、知識としてはやっぱり持っててほしい。大切なことだもん。ただこういうことってさ、人に聞きにくいじゃんか。だから正しい、こういったね、正しい情報源ある場所って、その情報を得てほしいんだよね。例えば生理の時期に女性の心と体にどういった負担があるのかとか、で、避妊の話もさ、ピルのことだったりとか、コンドームの付け方まで載ってるから、今回こうやってさらっとね、話してるだけになっちゃってるけど、ぜひ見てみてほしい。他にも経験ある方いるかもしれないけど、なんか理由もなくさ、突然強い不安に襲われて涙が止まらなくなるってあるとするでしょ。で、俺もそうだったんだけど、そういう時って一人で抱え込んじゃうんだよね。実はこのサイトにはメンタルヘルスに関する記事とかもあるの。例えば、思春期のモヤモヤの正体はっていう記事。こういうのを読むだけでも少し違う視点で自分自身を見つめることができると思うんだよね。このユースヘルスケアはこういったね、記事が中心なんだけど、実は相談窓口も載ってんの。もし相談したいって感じたら、この相談窓口一覧ってとこをクリックすると、カテゴリーごとにね、相談窓口が出てきます。さっきの悩みだったら、東京若者ヘルスサポート、通称若サポとかがいいね。ここには東京都がやってる相談サービスが載ってるので、安心して相談できます。ちなみに今回は性、そして心について見ていったんだけども、他にも怪我とか栄養みたいなカテゴリーもあるので、ぜひ見てみてください。また他にもね、学校でのユースヘルスケアの取り組みもあって、一部の都立学校とかだとね、産婦人科医の先生が行って、授業したりとか、まあ相談受けたりとかっていうのもやってたりします。
中高生時代ってたくさん悩むよね。俺もそうだったもん。でしかもさ、こう人に相談しにくい悩みだったりとか、こう気持ち的に相談しにくい時期だったりすると思うんだよ。だからこそ知識もそうなんだけど、ちゃんとした相談先があるんだよっていうことを知ってほしくてね、今回東京都さんとこの動画を作らせてもらいました。そして最後にもう一つだけ伝えさせてください。これは個人的なね、俺が個人的にみんなに思っててほしいというか、そういう見方もあるんだって思っててほしいことなんだけど、相談するってすげえかっこいいことだよ。すげえかっこいいことなの。自力で解決する、確かにかっこいいかっこいいよね。でも頼るべき時にちゃんと頼るっていう、最初は難しいよ、難しいけど、でも頼るべき時に頼るっていうのもすごいかっこいいんだよって、そう思ってる人間がいるよっていうことはぜひ覚えててください。だって相談するっていうことを実践してきた人ってさ、いざこう相談される側になった時に、相談する側の葛藤とか、そう思いとかっていう部分も汲み取れるじゃん。そこも含めて寄り添うことができる人になると思うんだよね。それってすごく大事だと思うの。今回の動画は東京都さんのね、取り組みを紹介させてもらったんだけど、大切なことは正しい知識を得て適切に対処すること、行動することだよ。今回の動画で行動したいけど何したらいいか分かんないって、そう悩んでた人の足かせが少しでも楽なることを心から願ってます。ということで、ここまでね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。俺自身も結構健康についていろいろやってることがあるんだけど、これからも一緒にね、ヘルスケア大切にしていきましょう。それじゃあまた次回の動画でお会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。